はい、おはようございます。今日はね、ちょっと僕、まあ、これもしらすのネタなんだけど、僕が、最近ちょっと思ってることがあって、しらすでね、このシンセサイザーの世界、まあ、これ300円で見れるんで、もし興味があったら見てほしいけど、シンセサイザー、まあ、この T8 っていう、やつから始まって、まあ、いろんなシンセサイザー紹介するっていう、なんでやねんっていう番組なんだけれども、その中で僕がね、実はずっとピアノ、僕、家がピアノ教室だったから、ピアノっていうのはすごい身近にあったんだけど、逆に言うと身近にあるから使わないんだよね、俺も妹も。で、ピアノのいわゆるコード、和音ですね。で、このドミソとかレファラーとか聞いたことあると思うんだけど、基本的にはこの八鍵を一個ずつ動かすと、その和音になるんですね。八鍵一個ずつ動かすと。で、しかも、そのコード進行って理論があって、なんか C から D に行って G に行ったら絶対 C に戻んなきゃいけないとか、まあ、戻った方がいいとかだからね。で、その理論とかがあって、まあ、作曲する人ってそれがなんか手でこうサラサラサラって出てくるわけですよ。ギターとかやってる人は。でも僕作曲できないから、それ出てこないんで、それプログラムで解決できないかなみたいな。最終的に僕なりの楽器を作るみたいなとこまでやってるんで、ちょっと見てもらおうかなと思って。ダイジェストでお届けします。どうぞ。こんな感じで、こう勝手にコードが設定されるよ。で、これ聞いて、なんかこれ気に入ったなっていうのがあったらメモればいい。なんか、ゴルマンはやっぱね、これに原型を求めちゃうんだよね。なんか要は、ビートマニアっていうか、タイミングよく押せたら楽しいとかさ。あ、確かに音が繋がるの楽しいんだけど、俺やっぱ自分で作りたい。あ、これかっこいい。まあ、正確に言えば、俺連打してんだけど、これもやりたくないんで、本当は。だからこれって超適当に作ったプログラムだから、今、キーを押した時しか、反応しないんだけど、本当はこれもやりたくなくて、これもプログラムに勝手に弾かせたいんだよね。どうやりいいのかな。 なんか、こんなになんか何度も連打するとかって疲れるから嫌なんで、ちょっとプログラム変えてみよう。できた。もうちょっと。これは例えば、過去に生成したメロディーのパターンを持っといて、なんか、あのメロディーに戻りたいなとか、そういうことができるようにすると、多分ほぼ自動作曲装置と呼べるぐらいのものになるんじゃないか。スペースキー連打するとメロディーを複数作って同時に。なんか、だからこれ別にこれに今度ベースつけてなんかドラムマシンつけて、あ、ちなみにこれはなんか超手抜きで、だってね、これね、開発期間30分ぐらいなんだよ。むしろ俺なんかまずトーン .js っていうなんか、JavaScript で音を出す、ライブラリの勉強から始まったから。で、だからこれ別にドラムパターンとか、あと今、8分音符しか使ってないから、音の長さがランダムに変えるとか、そういうのとか入れると、まあ、もっと音楽っぽくはなると思うんだよね。タイとかね、シラーとかね。まあ、なんか、だから、ただ逆に言うと超音が全く出せないさ、インスタコードであれだけ楽しいんだったら、これでもいいんじゃないのと思うんだけど、やっぱり、根本的に自分の曲が作りたいのか、それとも誰かの曲を再現したいのかっていう、二つの方向性がやっぱ音楽の楽しみ方あるので、なんか、まあそう簡単にいかないよねっていう感じかな。わけでね、なんか、まあこういう番組の時々、しらすでやったりしてるんですけど、なんかね、
その楽器を作ってみたいっていうのは僕の一つの、なんだろう、夢というか、まあ、やりたいことだったので、まあ、ちょびっと満足したけど、これだとまだ4分音符しか使って、8分音符かな？しか使ってないから、もっとね、本当は、なんだろう、リズミカルな感じとか、なんか出したいんだけど、まあ、ちょっとそこまでは、今回作ってないので、まあ、あれなんだけど、まあ、ドラムとかもね、ドラムとかもまあ基本的に実はランダムだったりするから、ランダムで結構なんか何回かやったらいい感じの音が出てくるとかね、なんかそういう方向性で楽器って作れていくんじゃないかなと思ったりしてます。じゃあまた。